パダム幼稚園。あ、ブライトですね。あ、呪いがあるんでこれ終われますね。あ、すいません。ちょっと離れますか、これ。離れられませんね、これ。あ、いたいたいた、こんにちは。やばい、いたかね。ちょっと離れましょうか。あ、これ溜まりそうやな、これ。オッケー、危ねえ。いや、とりあえずめっちゃ離れた。あ、美味しい、これはマジで美味しい。あの、めちゃくちゃわさビーフです、これは。これはあの、本当にわさビーフですね。これ本当にわさビーフです。あの、かなり美味しいです、今の。これマジでわさビーフですね。これ、あ、これセルキアミスった音も殴られた音になって。これ本当にワサビーフです。で、あの、トーテム壊しに行きますか、小屋の。で、このブライトの人ね、うまいんで、多分読み合いを結構してくるので、多分板は、あの、渋れば刺さると思います、この人。デッドハードちょっと貯めましょう。これ小屋行きますか、これ。あの、ひたすらね、あの、小屋で、あの、ひたすら小屋に行って、あれしましょうか。トーテムを、あの、邪魔しましょう。トーテムで邪魔しましょうか、動きを。相当あれやられたら嫌なんで、あれやりましょう。僕はちょっとね、トーテムを行きたいと思います。多分、フッシュあると思うけどな、ブライトだから。ブライト結構フッシュあるんで。あ、これ多分ね、あの、トーテム壊してたら、あ、一個壊れてるじゃん。もうあれ、ルイン壊れたんですね。あ、前回はカメラも回しますね。これ救助しちゃいましょうか。もう戻ってくるんで、これはもうあの人が頑張る。ナイスフォロー。これ過ぎますか。イタチありますね、これ。あ、そうですね、キャラと一緒ですね、回り方は。ストライク頼む。ないでやんすか。こいたち使わせますか、ここ。あ、どっか行きました。今のどうやって一個壊れてるって分かったんですか。今のはあの、トーテムが弱火になったんで、あれは不死で移った呪いのトーテムなんですよ。で、フシがある場合は、呪いのトーテムが身代わりになれば、弱火になるんでね。それで分かりました。なんで、ルインフシ確定ですね、これ。あと、おじっけなかったかな。あと、イタチがあったんで、あともうワンパーク多分バベチーだと思います。
ガラクタもないですね、これ。幼稚園が多分回ってるんで、ここ行けますか。おしゅうさん、こんにちは。こっち来ますね。これイタチ入れて、多分これ僕のこと追ってきたらワサビーフです。かなりワサビーフです。これあ、これはワサビーフじゃないですね。これはこれはマズビーフですね。これはとりあえず救助します。これね、追われたらワサビーフなんですよ。これロメロはこれ回復したいですね。これマズビーフです。これでも藤岡弘、あ、割れてますね。ここつけたいな。ナイス回復。手付きは助かるな。これ幼稚園、あ、幼稚園に引っ張ってるのマジでナイス。あの幼稚園だとねダウンした、そうなんですよ。これダウンしてもこれあのフックの距離が遠いんで、これかなりうまビーフです。これはかなりうまビーフ、わさビーフでした、失礼しました。これわさビーフですね。これはそうなんですよ。これ破壊可能壁壊さないといけないんで、でこれロメロの、ね、向こうに取ってもらいます。もう向こうに取ってもらいます。ちょこれつけないで、あっ、これマズビーフですね。これあのね、これつけちゃうとこれイタチでこっち誘導できないんですよ。ちょっとこれマズビーフですね。でこれタゲ取りますか。これこれタゲ取れたら相当ワサビーフです。これ反対から行ってますね。で幼稚園に1台か、はい、これ反対に行ってるんで、でこれ戻ってくるんですよ多分。はい、そうですよね。で戻ってきて、で注射器を刺すんですよあそこで。でこれ追ってきたらワサビーフです。あ、これワサビーフですね。これすごくワサビーフです。でもこれね追わないんじゃないですか。これ追わないですね。これ上にいますね。これ心音がしてます。いやこれはマズビーフですね相当。あ、これはウマビーフですよ。これはかなりウマビーフです。これ戻るかな。あ、ウマビーフ、そこで突進はウマビーフ。ウマビーフですねこれ。これは突っかかるんで、あれね突っかかるんで、これ救助まで狙っちゃいましょう。あ、ナイスです。これかなりウマビーフです。これね、あのノーワンは多分ブライト君ないんで、これ耐久前にね、これあのしっかりとこれキャッチングピーパーをしてですね、はい、これウマビーフ、ボロタイ、これウマビーフだ。これはかなりウマビーフで、これ多分最後にどうせ狙われるんで、またこれ多分ね、読み合いをあのめちゃくちゃしてくるんでね、この人読み合い結構してくるんで、 あれですね、あの板渋ってますから、ちょっとどんぐらい板しぶれるか。まず1周でしょ、はい、まず1周ね。で次フェイント買いますか。あ、ちょっとそれは好旋回して、はい、これまず倒しますね。でこれ2回目のフェイント入れます。あ、こっちです。はい、こっち。であの手前のゲート上げてくれたらそこから出ますか。あ、なんか逃げたんですけど、マジっすか。でこれ2回目のフェイント、これしゃがんでフェイント入れて、はいはい。で次はですね、あのフェイント変えますか。あと、とりあえずこれ避けてですね。で、これは倒さないんですよ。これ倒さないで、こういったときに、ポン！あー！オーマイガー！これはオーマイガーですね。で、これ避けるんですよ、こうやって。こうやって避けちゃって。はい、こう避けるんですよ。で、この破壊可能壁からこれ出るんですよ。で、ここが空いてると。開いてないですね、これ。これマズビーフ。2人出ましたね、これマズビーフですね、相当。完全に置き去りにされましたね、もうこれ。これは置き去りにされたんで、これチェイスして終わりますか、これは。これあの、チェイスの練習をまずはちょっとしてですね。これ手前に飛んできてるんで、これ奥行くんですよ。で、さっきあそこに板ありましたよ。で、あそこの板までとりあえず行きます。で、これね、多分血を追ってくるはずなんで。まずこの板につきます。
まずこれ板につくのが大事なんですよ。でさっきフェイントしたじゃないですか、いっぱいね。なんでこれ一発でガラ倒すと、だったらこれスタン入るんですよ。これ割るとね。で次こっち行きますと。でこれ奥離れて、でこのドラム、このバケツの裏に行くんですよ。でこれをまずかわして、これちゃんと見て、これ4トークンですよね。これ5トークンなんでこれ走るんですよ。でこれハッチがあるかなって、これないですね。ないんでね、次ここで読み合いますね。でさっきは倒したんで、これ一発目から倒して、あっハッチある、あれ閉じられ、あありがとうございます、すいません、ありがとうございます、あありがとうございます、あ逃がしてもらいました、逃がさせていただきました、ね、これはこれはあの相当わさビーフでした、ありがとうございます。これはあのありがたいです、これはサンキューですね。あ指輪とカラス、